錆びた、ボルト、腐食の進行によって、形態の崩壊が進んでいる。板金の表面に施された塗装が劣化して、防錆効果が低下した結果、水が内側に侵入し、板金の表面に錆が発生。増大し続ける錆が塗装を剥がした。育った鉄錆の塊による、癒着錆とは、金属の表面の不安定な金属原子が、環境中の酸素や、 水分などと酸化還元反応を起こして生成される腐食物。英語ではラスト。日本語の第二義その他については天理以下を参照のこと。鉄の赤錆黒錆銅の六章、鈴、アルミニウムの白錆など。英語ラストの語源はレッドと同根でインドヨーロッパ祖語の語根 HD ウ、e、から来ていると考えられている。 当初は鉄の赤錆を指していたことが伺われるが、現代英語では鉄以外の錆を指す場合にも用いられる。一般には金は錆ない、銅の錆とか、錆にくい、アルミニウムというような金属全般の腐食性生物を錆と呼ぶが、腐食防食学の分野では、鉄や鉄合金の腐食性生物のうち、水に不要のもののみを錆、鉄錆と呼び、非鉄金属の場合は、 不食性生物と呼ぶ。航路で鉄鉱石にエネルギーを与えると炭素は鉄鉱石を鉄に還元する。こうして鉄が生み出される。放置しておくとやがて鉄は酸化してエネルギーを失って酸化鉄に戻っていく。つまりサビは還元された鉄が酸化して安定な状態へとか得ろうとする過程に生じる結果である。 サビの進行するメカニズムサビ一般的な反応。編集サビは酸化還元反応により鉄表面が電子を失ってイオン化し鉄表面から脱落していくことで進行する。電気化学的な反応なのでサビが発生するかどうかは電位と pH に依存する。生じたイオンは酸素により鉄酸化物または水により岩水酸化物に変化して鉄表面に堆積する。故に 酸素や水があるところに鉄を放置すると、錆を生じる。錆は、自身が水分や汚れを止め、また、鉄鋼表面に凹凸ができて、反応面積が増大するため、一旦生じた錆は、加速度的に進行する。河川や海洋構造物のうち、最も錆やすい部位は、水面の部分である。大気と水が、同時に存在するところだからである。一般的には、 火器のような過程で鉄の酸化物が生成する。E は電子を表す。これら二つの反応から、以下の反応が起こる。そして、酸素により、以下の反応が起こり、鉄の岩水酸化物が生成する。FE には、またそれ自体が、空気酸化される。生成した FE 酸は沈殿 PH が低いため、容易に、加水分解を起こし、やはり岩水酸化物を生ずる。 これらの反応の生成物の多くは、オキシスイ酸化鉄類である。また、FE2 と FE3 の強鎮により、4酸化酸鉄、FE3O4 が生じることもある。赤錆と呼ばれる鉄錆は、水の存在下での鉄の自然酸化によって生じる、オキシスイ酸化鉄等の酸化物粒子の素な、凝集膜であるとみなせる。したがって、通常の赤錆には、下地の保護作用はなく、 腐食はいつまでも進行する。一方、緻密な酸化物被膜ができれば、腐食に対する保護層として機能する。例えば鉄を濃症酸に浸すと、その強力な酸化力によって表面には緻密な酸化鉄層が生じ、腐食速度が低い不動体と呼ばれる状態になる。不動体被膜による防護作用を積極的に利用した鉄鋼として、対抗成功がある。対抗成功は、 一般的な鉄鋼とは違い、無塗装で使える。ステンレスも基本的に同様である。一方、黒サビは主に四酸化三鉄からなる。水の存在下で蒸気のような反応で形成される黒サビ層には保護効果は期待できないが、高温、酸素不十分の条件で鉄表面に人工的に形成した黒サビ層は不動体層同様に緻密な被膜となるため、 防暑化法の一つとして有用である。塩化物イオンによる反応、編集塩化物イオンにより、鉄の不動体被膜は穴色と呼ばれる極部腐食作用を受ける。これによって錆が激しく進行し、やがては貫通してしまう。これは二つの要因があり、CL、存在下では CL が排異することで、鉄イオンが安定化され、鉄の酸化還元電位が低な方向へ移動して、 酸化されやすくなることが一つ目である。また、CL の存在により酸化鉄の水への溶解度が上がるために不動体被膜が破壊されて、不動体被膜による防食作用が無効になる。つまり、錆が取り除かれることにより余計に錆びる、ということが二つ目として挙げられる。あとは朽ち果てるばかりの、ひどく錆びた乗り換え案内看板、東津山駅にて、古びて錆の浮いた、 自動販売機海水は CL を含んでいる。海塩粒子は風で運ばれることがあるため、海に近いところでは内陸部と比べて鉄鋼の腐食速度が大きい。海岸部では対抗成功も無塗装では使えない。汗や血液、尿などの体液も CL を含むため、鉄鋼に錆を誘発する。このため、剥き出しの鉄鋼には極力素手で触らないこと、また、 これらの体液が触れる用途では使用後によく手入れして取り除くことが重要である。寒冷地では路面凍結を防ぐために融雪剤を道路に散布する。融雪剤としては主に塩化カルシウムが使われる。塩化カルシウムに含まれる CL マイナスにより自動車が錆びることがある。自動車は主に鉄製であるため適当な防錆処理が行われていないと容易に錆びる。 技術革新による防錆鋼板の採用、防錆塗料の塗布などが進んだため、サビの発生が抑えられているものの、積雪地、厳冬地では、隙間から融雪剤成分を含む水分が入り込むことによって、社外からは確認できない部分からサビが進行する。また構造上、避けられない微細な隙間に融雪剤成分を含む水分が浸透し、走行振動によるストレスと、 内部から進行する腐食による相乗効果で肉痩せが起き、車シシーの亀裂、リーフスプリングセッションなど車両に致命的なダメージを与えるケースもある。このため、積雪地、厳冬地における車シシーやアンダーボティへの防錆塗料の塗布は一般的に見られるものの、施行する塗料の性質、施行者の日本伝統の式名の一つ、日本作業企画の色彩企画では、 暗いハイミ抜き赤としている。一般に、鉄サビのような赤茶色のこと。英語圏の色名の一つ。英語で、サビを意味するゴラストの別義の一つ。日本語のサビ色とお,およそ同じとされる。サビ色を意味するラストからの派生語で、英語圏の様々なものの相性に用いられている。日本伝統の色名の一つ。ジスの色彩企画では、ハイミの青緑としている。一般に、 くすんで、淡い色調の青緑のこと。この場合の、サビは、本来の色合いを早めにくすませた色の形容として、用いている。従って、江戸時代に流行した浅木色のバリエーションと、考えられる。日本伝統の色名の一つ。ややくすんだ薄い紺色。わずかに緑みがかっている。この場合の、サビは、本来の色合いを早めにくすませた色の形容として、用いている。 したがって、江戸時代に流行した何度色のバリエーションと考えられる。また、献上後、五を差し挟んだ、色名、サビオ何度もある。アイサビ色とも言う、日本伝統の色名の一つ、染色の一つ、藍色が少し赤みを帯びた色。また、その色に染めた織物。薩摩国から産出する、上布ガスリはこの色を用いた。 サビの名を持つ南西イーングランドのブリストルにある中世の遺跡から出土した鉄製ナイフ用の表面に現れたサビ菌、胸赤を縦取りサビ色猫、サビ猫水で練ったとコ、トノコに木漆を混ぜたもの。漆塗りの下地のほか、絵模様の輪郭を描いたり、肉を盛り上げたりするのに用いる。略してサビとも言う。サビ漆で絵や模様を描くこと。また、その絵や模様。 赤、青などの顔料を加えることもある。一、葉の錆びた刀。役に立たない刀剣。錆びわし、赤いわしとも言う。古典における文例、類外は歌集。新鮮六条巻後。山和歌の腰は慣れたるさひ刀さも世に立たす。キラもなきかなに、役に立たない人をののしっていう語。近海短式門の目の一つで、錆菌と総称される、植物病原菌の沢村である。 外見がサビのような病変を植物に発生させる。英語名はラスト。英語名がサビあるいはサビ色と関係しており、その名はサビ色の帯のタッパキュロを意味する。タッパキュロはこの種が属するオタテドリのこと。猫かベンガル山猫属に分類される。食肉類の一種。和名も英語名もサビに由来する。黒、茶の毛がブチに入り混じった模様の猫。三毛猫と同じく。 オスはほとんどいない。英語ではトータスシェルキャットあるいは略してトータスシェルという。これは別個を意するトータスシェルと猫を意するキャットの合成語。三毛猫と違って白い部分がないかほとんどないことが英語では注目されており、白が必ず入る三毛猫はトータスシェルホワイトキャットと表現してサビ猫と区別する。 秋の産卵期の鮎。背に、鉄錆ビのような淡い反紋を生じる。落ち鮎、落ちサ錆ア鮎は、秋の季語で、落ちユの古季語の一つ。立ち枯れて表皮に、錆ビのような反転を生じた竹。マダケや破竹に多い。また、硫酸で焼いて、錆び竹のような色をつけた竹。風打があるので、書院窓、茶室の下地窓、竿縁、�れ縁などに用いる。日本語。 サビは第二義として我が身にもたらされる悪い結果を意味する。これは第一義の科学的現象を自称を表すことして転義させたもので以下の派生後も生み出している。ことわざ自分の犯した悪行の結果として自分自身が苦しむこと自分の行為の報いとして火災を被ること自業自得と同義刀のサビが等身そのものから生じて 刀身を腐らせることに由来する。古典における文礼、月収ことぶきかつらの章、三体島幻雲ろ章より、初から花の地と運藩もある前が十日が割れと、我が身から出たるさひじゃほどに人をも恨みごともないぞ一、刀に生じるサビ。また、付着した血が、サビの原因になるところから、刀で切り殺すことや切り殺されることをも指す。幼霊、武士へ、 刀のサビにしてくれように、刀を、刀汚しにのこと。一、対等する価値のない者が刀を刺して、えって刀を恥ずかしめること。二、切る価値のない者を切って刀を汚すこと。刀で切るほどの価値もない者。刀のがれ。刀のサビ。古典の分例、刀汚のハエ侍フーバーブレーカーは巨大な石炭ブレーカーで、米国ペンシルバニア州。 ルザーングのアッシュリークにあるランドマークであったが、ラストベルトを象徴する廃墟と化した。生まれつき持っている悪い癖。英語ラストにも同様の転義がある。固有名詞。五構成における意味は、錆びついた地帯でアメリカ合衆国の特定地域を指す。日本語では、車用化工業地帯、赤錆地帯とも言う。上記の固有名詞を語源に派生した普通名詞。 ありがとうございます。